ついにですが、護衛艦加賀の艦首が近くに魔改造され、姿を現したとの情報をキャッチしました。今回は、この護衛艦加賀、艦首資格を詳しく見ていきますね。F-35B 戦闘機離陸時に、資格が、なぜ資格がいいのか、一目瞭然ですよね。それにしてもかっこいいな。2023年4月20日、広島県の呉市にあるジャパンマリンユナイテッド社の5事業所において、航空母艦化の改修工事の渦中にあった出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦の2番艦、加賀が、一時的にドックを出た。こうした、加賀の動きがなぜ行われたのかは、明かされてはいないが、同艦は、現在が、航空母艦化改修工事の1度目を実施中で、少なくとも、この2022年度内までは、今の工事が継続される予定となっている。ただし、すでに、1度目の航空母艦化改修を終えている1番艦の、出雲、とは異なり、加賀は、それに先んじて、外観上の最大の変更となる、艦首部分の飛行甲板の形状変更が行われており、その進捗を実感させている。これまでの出雲、型護衛艦の飛行甲板は、上から見た場合には、先細りした台形状をしていたが、加賀から先に変更されたように、今後は端正な四角形へと拡幅されることとなり、よくある強襲揚陸艦のようなデザインに近づく。こうした飛行甲板の拡幅工事の目的は、艦載機にとって、露天駐機が可能なスペースが増加させることや、戦闘機として運用を予定している F-35 ライトニング 2B 型のより確実な発艦を行うことが基とされているとされる。F-35 ライトニング 2B 型は、アメリカのロッキード・マーチン社が開発を行った垂直着陸、短距離離陸が可能な、いわゆる第5世代の唯一の固定翼機として、アメリカ、イギリス、イタリアに続き、日本も導入を進めている。アメリカの場合は、この F-35 ライトニング 2B 型を、ワスプ級、アメリカ級の2種類の強襲揚陸艦の主力戦闘機に位置づけており、同様な用途の AV-8B、ハリアー、II と併用しつつ置き換えを推進していくと思われる。アメリカ海軍は、現時点で、ワスプ級を、7隻、アメリカ級を、2隻と2種類の強襲揚陸艦の合計で、9隻を保有、運用中だが、F-35 ライトニング 2B 型を、主力の艦載機として、軽空母的な運用を実施することも、視野に入れている。その場合、F-35 ライトニング 2B 型の最大搭載数は、艦内部への収容を行う場合で、およそ20機ほどと揉めされているが、70機以上も、艦載機を、搭載可能な大型の原子力航空母艦を保管する用途での運用を睨んでの構想である。これは、ニミッツ級を10隻、ジェラルド、R、フォード級を、1隻の合計11隻の大型原子力航空母艦を抱えるアメリカ海軍において、それらを投射するほどではない、比較的に、脅威度の低い敵に対して検討されているものだ。こうしたアメリカ海軍の強襲揚陸艦の運用手法は、ライトニング空母と形容されることが多いが、艦艇の絶対数では、今や、中国海軍の後陣を廃してしまった同軍が、既存の艦艇の活用を運用手法で補おうとする取り組みであろう。本来のアメリカ海軍の強襲揚陸艦の任務は、対象とする地域に対し、V-22 オスプレイ等の大型輸送機や、L-1級エアクッション型揚陸艇等の上陸用集艇を用いて、迅速に海兵隊員を送り込むという点にある。しかし、1950年代の朝鮮戦争以降、近年のアメリカが行ってきた戦争においては、それまでに実施されていた大規模な敵前上陸作戦が正規する可能性は、かなり低下していると見さされており、その点も影響しているのだろう。
いずれにせよ、アメリカ海軍の強襲揚陸艦は、日本の出雲、片護衛艦が航空母艦化改修を行うに際して、その飛行甲板の形状を参考としたことは間違いなく、艦内の航空機の収納スペース等もベンチマークされている状態である。これに対して、同じ F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する艦艇であっても、イギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦や、イタリアのカブール級航空母艦は、その発艦手法については、別のアプローチを行っている。これは、艦首部分の先端に向けて、飛行甲板の一部を、緩やかな弧を描くように、スキージャンプ方式と言われる発艦装置を備えている点であり、短距離離陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型の運用効率をさらに上昇させている。スキージャンプ方式の発艦装置を備えたクイーン・エリザベス級やカブール級の場合、発艦時の F-35 ライトニング 2B 型に対してより、重量のある状態でのそれを可能としているため、燃料や兵装の積載量を増加させられる利点がある。これは、ただでさえ、垂直着陸、短距離離陸という特殊な運用を実現するため、機体の操縦席の後方に、大型のリフトファンを装備している F-35 ライトニング 2B 型にとって、もともと少ない燃料や兵装の搭載量の確保に貢献している。そのため、日本でも出雲、片護衛艦に航空母艦化改修が施されると決定された折には、一時期は、その効果を見込んで、スキージャンプ方式の発艦装置が増設させるのではないかと予想する向きも、少なからず存在はした。しかし、出雲、片護衛艦の場合、元のヘリコプター搭載護衛艦としての用途は、艦載機としての回転翼機の対潜戦闘を主としていることもあり、艦首下部には、大型で、重量のある追潜ソーナーを装備している状態である。この追潜ソーナーを撤去せずに、艦首部分に、スキージャンプ方式の発艦装置を増設してしまうと、出雲、片護衛艦自体の艦艇としての重量バランスが、著しく損なわれる恐れがあるため、その実現には至っていないとめされている。川栗海二氏の人気コミックで映画化もされた空母息吹においては、出雲、片護衛艦をモデルにしたであろう艦艇には、スキージャンプ方式の発艦装置が取り付けれていたが、現実ではそれは行われていない。現実の出雲、片護衛艦では、航空母艦化改修が終了した後においても、現在の対潜戦闘機能を継続することが選択されており、F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化を常態化させないとの日本政府の方針からも、それは伺える。この2023年度の防衛予算案において、出雲、片護衛艦2隻の航空母艦化改修に向けた費用は、合計で、52億円ほどが計上されているが、2022年末時点の概算要求の時点ではおよそ36億円だったので、全体の増額にこちらも比例した形と言える。出雲の方は、2024年度の終盤から2度目の改修工事に入り、2026年度中に終了する予定で、加賀は今の1度目の工事を2023年度で一度終えて、次回は2026年度に再開、2027年度中に終了することが見込まれている。並行して、これら出雲、片護衛艦の航空母艦化改修が終了する時期を見込み、その艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型の調達も進められており、最初の機体は、2024年度中に、航空自衛隊の宮崎県の新田原基地に配備される計画である。在日アメリカの強襲揚陸艦の場合、艦艇は、長崎県の佐世保を母港とし、艦載機たる F-35 ライトニング 2B 型等は、
山口県の岩国基地に駐機を行っているが、距離感的には似たような配置になると考えてよいだろう。日本では、現在までは、総数で42機の F-35 ライトニング 2B 型を調達する計画であり、前述したように、宮崎県の新田原基地に配備するが、それで明らかなように、機体は航空自衛隊、艦艇は海上自衛が管轄する手法となる。これは、イギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦とも同様の運用手法であり、また、アメリカ軍の強襲揚陸艦も、艦艇は海軍、艦載機は海兵隊という横断的な体制を敷いており、日本だけが変則的というわけでもない。出雲、片越艦は、航空母艦改修が完了した場合には、艦内に F-35 ライトニング 2B 型を10機ほど艦載すると考えられているが、軽空母と呼称されるとはいえ、決して多い数ではなく、その運用実績を踏まえて、今後の新増艦に追加も検討されるのだろう。